こんにちは、アトピークラブレノアです。今日は下半身の冷えと下半身のアトピーが辛い方におすすめの水素の足湯をご紹介します。前回水素風呂をご紹介しましたが、今日はその応用編の使い方になります。アトピーさんは血行不良があります。で、特に下半身の巡りが滞っている方が本当に多いです。私なんかもアトピー改善のために1時間半毎日ウォーキングしていたんですが、その1時間半歩いても足先はなかなか温まらないっていうくらいに冷えていました。で、本当に皆さん特に下半身の冷えがきつい方っていうのが、まあ、ほぼほぼアトピーさんはあります。で、その下半身の血行促進のために効果的なのが水素の足湯になります。用意するものはこのリタライフとバケツでも桶でも足浴器でも大丈夫なんですが、その桶と、お湯を張ってください。そして足を拭くタオル忘れずに持ってきてください。で、お好みの温度のお湯を張ったらスタートします。スタート。水素生成を開始します。お好きな時間足浴をしてください。出ないようにご注意ください。水素風呂の足浴のいいところは2つあります。その1は、水素の濃度が高いことです。普通湯船でこれを使うんですけど、湯船だとお湯の量が多いですよね。足湯だとお湯の量がすごく少ないので、水素濃度がとっても濃くなります。その水素濃度が濃いっていうことが、効果的なので、水素の足湯がおすすめなのもその一つです。足の甘皮から水素が一番吸収されます。その2つ目です。2つ目は、空いてる時間にできるっていうことです。例えばテレビを見ながらもできるし、読書しながらでもできるし、ご飯を食べている時にもできます。私は、ソファーでなんか昼寝したいなっていう時に足湯をして座りながら昼寝してるっていうこともありました。私は1時間ぐらい水素の足湯をするんですけれども、冬場はちょっとお湯が冷めてきてしまうので、こういったポットにお湯を入れてちょっとお湯を継ぎ足してぬるくならないように調節をしてますし、あとは保温できる足浴器が結構売ってるので、そういうのも利用されるといいと思います。私は体調が悪い時にもこの水素の足湯をするのが結構気に入っていて、例えば風邪ひいた時は1日に何回もやってましたし、生理のお腹が重い時とかはこれをすると気巡りが良くなるからか、すごく楽になるっていうのを実感してます。下半身の冷えが辛い時や、下半身のアトピーが辛い時にぜひこの水素の足湯をお試しください。